分なりのやり方でリラックスした意識状態になります。この瞑想の目的が、南アフリカに平和と癒しをもたらすことであると表明します。ソースからバイオレットフレームを呼び出して、瞑想中とその後も自分の周囲に保護の筒を設定します。バイオレットフレームに光のためにならないすべてのことを変容させるように求めます。銀河のセントラルサンからピンク色の光の柱が降りてきて、自分の体を通り地球の中心に向かう様子を視覚化します。このピンク色の光が自分のハートを通り、それから手を通って
南アフリカでの紛争の関係者全員へ直接流れて、調和させて平和をもたらす様子を視覚化します。それからこのピンク色の光が世界中の他の全紛争地域に流れて、それらすべての地域を癒している様子を視覚化します。女神に対して南アフリカでの紛争に関するすべての未解決状況と関係者全員に平和と調和なエネルギーを向けるようにお願いしてください。
それからこの調和と平和なエネルギーが世界中の他の全紛争地域に流れて、それらすべての地域を癒している様子を視覚化します。数分間、この調和と平和なエネルギーが自分のハートを通り、そして手を通って、これらの状況に流れ続ける様子を視覚化します。女神は平和を望んでおり、平和が訪れます。